どうもこんにちは、元杉です。今回はちょっと気分転換に外に出てきました。で、本当に特に意味がないです。外に出てきたのは春が近くなってきて、本当に今日快晴ですごい天気が良くて、まあ休みっていうのも僕があったんで、ちょっと気分転換で出てきたんですけれども、ここはですね、僕の地元の愛知県豊橋市という、まあ、田舎なんですけれども、まあ、近くにですね、大きい河川敷の公園があって、今そこに来てるんですよね。で、まあ、せっかくなんで、春先って、まあ、アウター、まあ、軽装にどんどんなっていく、軽くなっていくと思うんですけども、着るものが。で、春先にですね、今僕これ着てるんですけれども、シェラのマウンテンパーカーが、まあ、シェラじゃなくてもいいんですけど、マウンテンパーカーっていうアイテムがすごく、まあ、使いやすいんですよね。で、まあ、ちょっと雨が降っても雨具にもなりますし、60、40クロスで。で、散歩の時とかも僕こんな感じで、まあ、よく着てるんですよね。で、春先こうインナーにセントジェームス今着てるんですけれども、このセントジェームスと、まあ、ちょっと前まではスウェット着てて、でもっと真冬の時はなんかセーター着てたりする感じで、で、こう春先になるにつれてどんどんこうインナーが薄くなってくる感じなんですけれども、で、まあちょっと何気なく外出てきて、特に話すことも決めてなかったんですけど、せっかくなんで、まあ、シェラデザイン着てきたんでの話をちょっと、まあ、散歩がてらしていきたいと思うので、まあ、本当に緩い感じでご覧いただければと思います。はい、じゃあちょっと歩きながら喋っていきたいと思います。今時間はですね、だいたい夕方の4時半ぐらいで、まあだいぶ日が伸びてきたんで、まだまだ明るい感じなんですよね。で、風それなりにあるんですけど、そんなになんか寒くもなくてちょうどいいような感じで、まあ、お散歩日和な感じですよね。いや、でも本当にいい天気なんですよね。眩しい。で、僕はですね、シェラデザインのマウンテンパーカーハマってた時なんかは色違いで 4,5 着ぐらい持ってたんですよ。もうそれも10年近く前なのかな。その時になんか結構シェラデザインが、まあ、流行ってた時期があって、アウトドアブームって言えばいいんですか。キーワードで言うと山ガール、ちょうどなんかトレッキングみたいなのがすごく流行りだして、そのアウトドアでおしゃれな格好した女の子が、まあ本当に例えば高尾山とか、まあ、初心者コースでもいいんですけれども、まあ、そういったところで山登りをするっていうのが結構流行ってた時期だったんですよね。で、アウトドアのアイテムっていうのがすごく人気 で、その中でシェラデザインのマウンテンパーカーも、なんかその女の子は特にショートパーカーをよく着てたのかな。なんかもう河川敷なんで風めっちゃ強いんですよ。すいません。で、個人的にそのマウンテンパーカーすごく好きだったんですけども、すごく流行ってしまったっていうのと、まあ、あとはそのちょっと金銭的な問題もあって、なんかめちゃくちゃ高く買い取ってくれたんですよ、その時マウンテンパーカー。なんでそのお金がない時にマウンテンパーカー売ってちょっと生活しのいでた部分もあったんで、それでまあ 4,5 着あったのが、まあ今このグリーンの1枚と、あとは別のブランドで、まあ、マウントレーニアデザインっていう、まあ、アメリカ製のマウンテンパーカーあるんですけども、それを着てますかね今は。てか自撮りで撮影するのめちゃめちゃ難しいですね。なんか自撮り棒みたいなの使うんですかね皆さん。なんか手とかもすごく痛くてすごい喋りづらいんですけれども、あ、でも本当に天気いいんで気持ちいいですね。はい、ちょっともう歩きながら喋るのがすごく苦手だというか、もう慣れてないんで、もう疲れちゃったんで、ちょっと座りながら結局喋らせていただきたいと思います。すいません。で、どこまで話しましたっけ？マウンテンパーカーですよね。夕日が眩しいな。
で、まあ、シェラデザインのマウンテンパーカーって基本的には今全く流行ってないと思うんですけども、その好きな人はですね、やっぱ未だに来てはいるんですよね。で、まあ、都内の方とか、あとはもう本当アメカジ昔から好きなおじさん方とかだったら、まあ、未だによく来てると思うんですけれども、僕の地元はですね、多分僕しか来てないんじゃないかなっていうぐらい、もう誰も来てないですよね。シェラデザインもそうだし、マウンテンパーカー自体、まあ、あんまり来てる人見ないですけど、まあ、本当になんかおじさんとかジャンパー着たりとかで、若い子はスプリングコート的なものをちょくちょく着始めてますかね。まあ本当に着やすい服だとは思うんですけど、まあなかなか、まあかなりやぼったいんで、まあ好きな人しか着ないと思うんですけれども、まあそれはそれで、まあ定番アイテムなんですけれども、人となかなか被りにくいっていうのもあるのかなっていう。まあアメカジ好きな人が集まれば、結構そのマウンテンパーカー、を目にするかもしれないですけどね。普通にまあ僕みたいにちょっと今地元の田舎で暮らしてる分にはほぼほぼ僕以外着てる人見ないんで、まあそれはそれでちょっと、まあ、特別感があっていいのかなっていう感じもしますけれども。で、花見シーズンになってくると、その日中はもうマウンテンパーカー着てても暑いぐらいなんですけども、その夜になるとすごく寒くなったりするので、お花見、これからお花見行くときにもすごく便利ですよね。かさばらないんで、とにかくこうコンパクトに畳んでカバンの中にも入れとけますし、でさっきも言ったように、その雨が降ってもこうカッパ代わりにもなるので、で風が吹いても風にも強いですし、すごく便利なアイテムだとは思いますね。でこれから、まあ、そういった感じで花見でもそうだし、まあ、ちょっと休日その辺ブラブラ出かける時とかでも、街着としても もちろんあのおしゃれ着として使えますし、すごく便利なアイテムだと改めて思いますので、まあ本当に、特にこう身になる動画では今回はないんですけれども、ちょっと皆さんも僕もこう気分転換な感じで、なればと思いますので、まあ楽しんでいただけたら、すごく嬉しいです。まあまた動画、ちょくちょく撮っていきますけれども、最近ちょっとですね、事情があって、動画を更新する頻度が落ちつつはあるんですけれども、まあ、全くやらないじゃなくて、定期的に自分のペースでちょくちょく更新していきたいとは思いますので、まあ、どうぞ皆さんも温かい目で見守っていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。